今日も暑い一日でした。暑い一日ですけど、朝晩はね結構冷え込んできましたね。今朝は寒かったです、本当に。で、こうやって夕方になるともういい風がね吹いてるよな、陸と。ご苦労さん、今日もたくさんお客さん来ていただけてよかったね。ね、よかったね。で、はい、反対。はい。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ナイン、テン。ね、ということでね、お客さんにもたくさん来ていただいたし、ね、今日も、ね、楽しい動画を撮りたいと思うわけですが、まあ最近ね記者会見多いですよね。記者会見多い中でやっぱりその僕ジャニーズのね記者会見見てないんですよ。でジャニーズ見てないんですけど、なんかあのまあうちのものに聞きましたらね、あのなんか一人すごい非常識な質問をする人がいて、しつこいと、あのなんか一人でたくさん質問して言うことも聞かないっていう、まあ掟破りの女性がいたらしいけど、まあどんなね司会進行をしたのかね、楽しみですが、楽しみですかって言うと変ですけど、今度見るそういうのがねどっかで目に留まる時があると思うんで、そんなのをねまた見てみたいと思うんですけども、最近あの日大のあの記者会見ね、林真理子さんとかずらっと並んで副学長の回答を見てた時になんかお粗末だなっていうのと、あのつまらんかあの、司会進行もねやっぱり優劣ありますよね、大変ですよね。で僕思うんですけど、あのビッグモーターの記者会見、これもあまり上手とは言えないんですけど、日大、ジャニーズときて、昨日まあ日本のね、代表する日本代表する保険の大手の企業が記者会見を開くっていうことになると、やっぱりね脇を固める演出陣が違いますよね。多分だから相当な、まあ、リハーサルだとか、あのその現場対応、例えばバックヤードでこうバックステージに控えてる人たちなんかもいっぱいいて、モニターで見てる人たちもいっぱいいて、その都度いろんなこの延期数なんかもですね、指示が出てると思うし、まあ、あのそういうのが見えてきちゃいますよね。なぜかというと、そつなくやるための持ってる金が違うなっていう気がですね、昨日の記者会見を見ててつくづく思ったんですが、まあ、それぐらい早く幕引きをしたいのかなと。ね、幕引きをしたいのと、まあ、あのホールディングスの会長はなんか守んなきゃいけないっていう使命があるんですかね。僕はあれを見てるとですね、見ててちょっと思ったのが、トイレに行くって途中で立ち上がって退席したわけですけども、できればね、ああいうことしない方がいいですよね、つくづく思いました。あれやるとね、トイレに行くって言いながら裏へ行って何か打ち合わせをするとかね、それから短期で演技指導を受けてくるとかね、そういうまああの潔くないことをやってるように見えちゃうのでね、まあやっぱりでも お金持ってるところはそつないなという気がね、いたしました。まあ、それぐらいやっぱりあのこのカメラの前に立って、質問されて、痛いところを疲れまくると、まあ人のいい人はね、まあ、要するに素性のいい人、素直な人ほどね、ついつい本当のこと言っちゃうでしょうしね、ああいうのを昨日見ましてね、最近はああいうことがこうやらないとなかなかね、火が消えないということですけども、そのための仕事士っていうのも増えてるんだなということをね、あの背景を見て、まあ、つくづくとね思ったんです。おいで、おいで。実はですね、さっき
発見してもらってよかったんですけども、今日 いろんな人にリクと可愛がってもらって、で僕飼い主なのにいつもここしか、よし、体中拭いてるんですよ。1日3回これだけ触ってるのに、さっき新井さんご一家がいらっしゃってですね、最近本当にリクと新井さんに慣れて懐いてまして、撫でられて気持ちがいいみたいで、僕にさっき新井さんがですね、社長これっていいんですかって言われてびっくりしたんですよ。こう毎日拭いてるのに僕は気がつかないんですが、新井さんすぐ気がついてここにですね、痛がらないんですけど、ほんとね、うずらの卵ぐらいのこれしこりがあるんですよ。これ見えます？ちょっと赤くなってるんですけど、ここにこれ、このしこり、これなんでしょうね、これね。で僕はちょっと体調を先月壊したりして、まあ夏のその疲れっていうのがですね、やっぱりドイツ行って帰ってきて元に戻ったんですよ。僕の場合はドイツ行って帰ってきて元に戻ったんです。その7月のやっぱり無理がたたったのが、ちょっと離腸筋を痛めたりですね、でこいつもその前に下痢させちゃって、病院に行ったっていうこともあって、ちょっとね、この夏、真夏の終わりにこんな外から見るとね、なんともないんですけど、こんなしこりがある、これこんな、これだけあります。何なんですかね。で桜先生に、桜クリニックの先生にさっき電話したら、動物の看護師さんの方がいらっしゃって、今日先生いらっしゃらないんですよと。だから月曜日に受診してください、で写真だけ送ってくださればということで受け付けてもらったんですけど、だからね、気になりますよね、しこりね、うん、暑かったもんな、ね、暑かったもんね、病院行こうね。ちょっと留守番してきて、留守番しててね、俺たちの間にはやらせはないからなみたいなね。ということでですね、今日は今日はですね、久しぶりに5代目レガシーのツーリングワゴン、これもお気に入りの車なんで、まあ最近ですね、レイバックっていう車が出て、ケンケンガクガク、ね、いろんなところでしてて、もっとバタ臭いやつが良かったとかですね、僕は醤油味で実は気に入ってるんですけど、まあ、これ実は日本専用の醤油味なんです。で日本専用の醤油味で、ここからアウトバックも随分こういう風に変わっていくんですけども、まあ、これがですね、これちょうどいいぐらい並んでるな、5代目、ね、で6代目、ね、で7代目です、ね、でこの7代目にはさらにアメリカではもうバタ臭いやつが出てきてて、ウィルダネスっていう仕様になりになるんですけども、もう強烈ですよね。で、まあそれぞれの国柄が違うので、アメリカにはアメリカの事情がある、アメリカにはアメリカの世界観がある、それはやっぱりないものが魅力に移る時もあれば、ちょっとこれは受け入れられないやなっていうのもありまして、日本でウィルダネスは多分出しても受け入れられないと思います。で、アウトバックは当然そのウィルダネスを日本に展開する予定はないんだろうと思うんですけど、こいつの売れ行きが悪くなってきた時の刺激剤としては分かんないですよね。で僕はクロスレックの方には前からブーストコンセプトっていうのがあるんで、あれはウィルダネスほど強烈じゃないんですけども、日本市場に出してくると面白いなと思うので、ブーストコンセプトっていうのはやった方がいいと思ってるんですけども、今度のレイバックを見てなるほどなと思ったのが、まあ、この醤油味をですねうまく展開してるっていうことですね。でなぜこれ醤油味っていうかっていうと、実はこの時にこれもですね、アウトパネルですね、このサイドのパネルをアメリカとは作り分けているわけです。でこれ、
実はあのなるべく日本で扱いやすいように、狭く作ってるんで、こうサイドから見た時にこの羊羹を切ったようにね、日本人羊羹好きじゃないですか。シュバーって切ったの分かりますよね。でこの当時のアメリカのアウトバックは実はこういう作りになってる。こういうふうに麺に抑揚があるわけです。だからもうすでに5代目でこの麺が出てきているので、アメリカで5代目を見ると全然別の車に見えるんですけども、日本の5代目はこのボディに、見てください、これフロントのフェンダーほぼ一緒ですよね。でフロントにはクラッディングついてないんです。でクラッディングついてない。で後ろにはクラッディングつけてるんですけど、ボディ同色にしてるんで、やっぱり醤油味なんですね、これ、ね。で結構この5代目のアウトバックスっていうのは人気があって、よく売れました、ね、今も人気があります。僕もこれ好きで白いやつをおろしたんですけども、ほんと良かったですよね。おおらかな感じもすごかったんですけど、まあ、今現実でこういうふうにずらっと並べてみると、まあ、ずっともうキープコンセプト、ね、でキープコンセプトで567とやっぱりキープコンセプトが続くとアメリカもちょっと飽きてくるんでしょう ね飽きてくるんで、でもユーザーの姿が出てきてちょっと無理してると、無理してると思いますよ。あれだけ車高上げてるんで、まとも日本に持ってきたらまともに走れないと思います。僕多分あれ乗ったらダメ出しますから、そういう、やっぱりね対策っていうのはいろいろあるわけです。売るための対策。そして日本でレイバックはどこを目指してるのかっていうと、まあ店内に今ちょっと見にくいかもしれませんけども、レボーグがあります。であのレボーグの形だとスポーツツアー、ね、これと同じですよね。この路線になるわけです。でこれと同じ路線で当時のこれになるわけです、ね、これになります。でこれをアウトバックにしたっていうのがこれなんですね。ね、これなんで、実にいい、まあ横を見るとですね、ね、ギンギンギラギラしてないっていうところが、まあ食事待ち、ね、今度のには、まあこれもですね、こういうおとなしい、ね、ルフレール、以前の4代目レガシーの、まあ、ツーリングワゴンのようなルフレールになってますよね。それがこっちになってくると、これアメリカ製ですから、ね、もうガンガン物を乗っけちゃえよというやつですね。で実際にこれを日本でどれだけの人が使うのかっていうことを考えたときに、これとこれと2本立てでは金がかかるんで、今度のレイバックはこれだけになります、ね。これはツーリングワゴンですけども、まあ、こういうデザイン思想の中で、編み出されている車なので、そのこれまでのスバルの作ってきた車のあくまでも延長線上で計画されているので、よく考えられているわけです。それともう一つがですね、米国仕様を考えないでいいっていうのは、日本人のためにやりたいことができるので、そこはぜひ期待していきたいなと思います。さあということでですね、僕もいよいよ来週はですね、レイバックに乗れることになってるので、今からいろいろと予習してですね、当日80分時間がもらえるそうです。絶対遅れないで来いって、今日杉山君のね、ギフスバルの杉山君のかなりきついね、指示がね、僕なるべく遅れないように行く方なんですけども、遅れるかもしれないので、その時は非常にまずいので、ね、絶対に遅れないで来てくださいって言って、ね、机の上に書いてありました。まあせっかくね、ドライブで行くんで、リクトの健康がね、そんなに心配じゃなければですね、まあ、朝早くから行ってドライブがてら、ね、朝早くからドライブがてら行って、まあ連れてってドライブがてらどっかで飯食って、で西浦温泉に入ってね、研修の後ね、帰ってこようかなと思ってますけどもね。いろんなことがやっぱり、まあ火曜日は東京行かなきゃいけないし、火曜日は東京で会議あるし、これも楽しみですよ。2ヶ月で世界が激変してますからね。どんな話が聞けるのか、ね、7月の頭に行った時はね、そんなまだこんなえらい騒ぎにビッグモーターがなるなんてことは全然、想定されてない状態でのね、
ビジネスミーティングでしたけどもその実は時に SVX 乗って行ってテストがかてらね、でもう一回 SVX をテストで乗って、で今度はスバルマガジンの SVX を東京まで取りに行って、で、草刈り機で飛び回って、で、芝生の手入れしてたら梨状筋が肉離れを起こしたということで、全治ほぼ2ヶ月かかりましたけども、はい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 、ね、そんなあの思い出がこの走馬灯のように駆け巡りましたけども、まあね、その怒涛のね、この半年、2月からこのドイツ行きを準備して、過ぎてしまえばね、あっという間でしたよね。でも行けてよかったです、本当におかげさまで。あのドイツへ行けたですね、収穫は大きかったですね。また自動車を見る目とか、この味わいの仕方とかですね、実際にアウトバーンを、その知らない道をですね、アウトバーンを目的地だけ決めてですね、そこへ向かってぶっ飛ばしていって、写真撮って目的を、この果たして、で元来たところへ戻っていく、その元来たところが今度は知らない場所なんですね。落ち合う場所知らないけれども、住所をあの入力してあるところに従ってバーッと行くと正確にこのちゃんと着くわけですよね。まあフランクフルトっていうあの都市はですね、やっぱり日本と違って有効的に土地が使えるんでしょうね。空港から本当にすぐ近いところに住宅地があって、でそこに村松さんの家があって、まあ、マンションですね。そこまで車を返しに行ったんですけど、あの暮らしやすいとこだなって思いましたね。でその暮らしやすい場所なんですけれども、都市の割には暮らしやすいんですが、あの目の前が公園でね、ところが今強烈なエネルギー高でドイツは大変苦労してますので、日本もエネルギーは、まあ、乏しい国で決してエネルギーが安いわけじゃないんですけども、まあ、あの国の努力とか、ね、国民の努力があって今安定してますよね。そこはやっぱり外から見た時に、あ、日本って今あの暮らしやすいいい国なんだなということを今実感してます。だからこそちゃんと仕事してちゃんとこの国を守っていかなきゃいけないなというふうに思うわけですよね。そんなことを考えるすっごいいいあの機会になったので、やっぱり外へ行って、日本を見つめ直すっていうのは大事なんだなということを思いました。同じように車もですね、外に行ってアウトバックに乗って、でニュルブルグリンクを最新の BMW の M の400馬力以上のものでこう走った時にですね、あ、なるほど、これがね、本当は SDI に実は ものすごく求められているのはこの世界なんだけど、これが残念ながらこれがやれない今の環境の中でね、スバルがどこに活路を見出しているのかっていうのをもう本当に客観的に見た時に、ああなるほどなと、よりスバルらしく戦える SUV にパワーを向けてるっていうのは、しかもガソリンエンジンでね、しかも日本人のためだけにですよ、これは、いや、感謝しますよ、嬉しいなと思いました。今例えば SDA から、コンプリートのすごいのが出てくるっていうことも、まあ、大事なことでね、スバルのブランドイメージを高める上ではものすごく大事なことなんですけれども、まあ、限定車で300台400台のものにですね、こだわるということも僕としては今やりたくてしょうがないんですけれども、けれどもそれ以上にですね、より幅の広い日本人の要求を満たす高性能 SUV、 しかもハイスピード SUV ですね。ハイスピード SUV が、ね、日本人のためのハイスピード SUV が出てくるっていうところをぜひね、楽しみにしてほしいということで、この当時の日本人にしかためにしかこの作ってないこれはもう海外では当時売ってませんから、これで未だに乗ってる人は多いと思いますが、あのどれぐらい堅牢かっていうことは使ってる人ならすぐ分かると思います。
めちゃくちゃ堅牢な車ですね。で、まあ、これも今7万キロのまだ個体でターボがついてるんですけども、 2.5 リットルの EJ ターボを持ってる、まあ言ってみれば EJ オタクには水煙のですね直下ターボですし、直下ターボの 2.5 リットルの、非常にフラットトルクの特性のエンジンで、まあ、出た当時はですね S402 のでですね、まあ、いわゆるトルク特性の出方っていうのを随分これ参考にしてるなって思った、まあ、昨日紹介したあの TS の隣にね S402 があったと思うんですけども、トルクフラットトルク台形トルク特性っていうんですけども、それを具現化した車ですのでね、まあまあなかなかね面白いということです。で昨日のは、ツーリングは、セダンの B4 の、TS という車でした。これはコンプリートではないです。ただの普通のワゴンですけれども、こいつの本当にシンプルです、ステアリングちょっと映してみてください。ステアリングシンプルですよ。で、アイサイトももちろんないですから、この当時はね、この僕は実はこのシンプルさが当時ね、このシンプルさが大好きだったんですよ。無機質なんですけど、この無機質に魅力がある。さあこれで今 S シャープを入れました。踏んでいきますということなんですねということなんですよ。そういうことなので、いいでしょうま3速にしました。これ以上落とせないよって言ってます。5速 AT です。もう今簡単に5速に入っちゃってますので、MT はね、もう全然 MT 売れなくて、そこを A ラインが
ランスミッションの制御がこれにも入ってますよね。面白いんですよね。そうやって考えていくと、それと同じことをリニアトロニックでやったのが今のパフォーマンストランスミッションというやつで、これまでのスポーツリニアトロニックをさらに変速速くして、しかもこう掴みですよね、掴みをバンバンバンとしっかり掴む、滑らせないっていう、それを実現化したんで、 DSG のっていうのはツインクラッチのツーペダルですよね、あれの変速速度と変わらないって、まあ、五島さんおっしゃってましたけども、そういう CVT、 新世代の CVT を作っちゃったんですね。この頃もそれまでのレガシー、新世代、新世紀レガシーを利用した AT をもう一歩進めて変速の速度を高めて、このインパラの中にこういう表示を出すようにしたやつが、まあ、しかも演出でね、若干早く若干早く、その通りじゃないですね、ちょっと早く数字は変えていくんで、こう 見ながら運転してるとポンと変わってる、あ、なかなか早いなって思う、ちょっと遅れるんですけどねそれまでよりは早い、そういうね、面白い、楽しい、だからマニュアルミッションの好きな人でもこれならいいんじゃないのっていう、まあ、4代目レガシーの、ね、終わりの方でこれに変わりましたね、グリッピングコントロールがついて、チューニングワゴン、ね、これで、この後、これがビッグマイナーを迎えて、で、こっちのビッグマイナーを担当したのはレボーグを当時、開発していた PGM の熊谷さん、ね、熊谷さんが立森さんの後を引き継いで、この車を育てていくわけですけども、この時はまだそれこそ立森さんが PGM で、その後、そうそうそう、専務になるんですけども、SDI の社長とね、兼務でしたよね、懐かしい、田島さん元気でしょうかね、ダンディーでしたよね、イタリア人みたいな感じがするんですね、あの人がしてると、タチモリさんと一回モーターショーでね、アバルトのコーナーで偶然出会ってアバルトのコーナーで僕がタチモリさんといろいろ話してたらアバルトのコーナーに来る人がみんなタチモリさんにアバルトの社員だと思って質問するんですよ。そうするとそのたびにやだってタチモリさんが、俺社員じゃねえよって、なんで俺に聞くんだって、俺社員じゃないからって言ってね、すっごい困惑をされてましたね。彼はカーガイですよね、まさにカーガイ、匂ってるんですね、体中から車の匂いがね、でアバルトがね、やっぱり似合う男ですよね、どういうサソリがだからね、サソリのね、毒が体から出てるから、みんなアバルトの車を見に来てるのに、アバルトの社員に誰も声をかけず、僕と話してる立ち寄さんに、ね、アバルトの質問をするというね、面白い体験はですね、モーターショーとかそういうところ行かないとね、できないんですよね。今年は久しぶりにね、オートモビリティショーって名前は変わるんですけども、開かれますのでね、本当に楽しみにしてます。まあ、スバルからもいろんな車がね、出ると思いますけども、その中で最も目玉になるのはこの、ね、レイバック、ね、だと思います。今日はね、これ説明しやすいんですよね、この車を引っ張り出すとね。当時はもう海外市場向けのツーリングワゴン、アメリカではもうこの車なくなっていて、で、アウターパネルも向こうはバタ臭いわけですよね、ところが日本は本当に羊羹を切ったようなね、そういう、まあ、ある意味、あれは醤油味というよりももう古風な感じのね、和の味のね、車になっているわけです、これをこう、この低く構えたね、ツーリングワゴンを見ながらアウトバックを説明できるなんてなかなかない
ことなので、今日はね、楽しく動画の撮影ができました。もう改めてね、こう2つ並べてみるとね、なんだかんだ言いながらね、なんだかんだ言いながら頑張ってよくできている車ですよ。値段も安かった、割安ですよ、この車。本当割安です。これだけね、丈夫ですしね、ね、いい車を作っていただいたと思ってます。大事に売っていきたいと思ってます。じゃあ今日の動画はこの辺で終わります。明日もよろしくお願いします。